ベルガマスク組曲は、クロード・ドビュッシー作曲のピアノ独奏曲。親しみやすい曲奏で知られる。とりわけ第3曲、月の光は、ドビュッシーの作品の中でも、最も有名であり、単独での演奏機会も多い。1890年頃に作曲されたが、1905年に、改訂版が出版された。初期作品であり、火星法や、 旋律の感覚及びピアノの処方に、グリーグ、マスネ、ホーレなどの先人の影響が、まだはっきり認められる。タイトルの、ベルガマスクは、ポール・ベルレーヌの詩集、アデナルへに収録されているし、月の光の、ケボン・シャルマン・マスクイ・ベルガマスクという一節に、使用されている言葉である。また、これに基づくガブリエル・フォーレの歌曲、月の光があり、その伴奏の一部に似た音景が、 ベルガマスク組曲の前奏曲に登場することなどから、ドビュッシーがベルレーヌやホーレを意識したことを伺わせる。同じ詩にはドビュッシーがその初期に短曲として歌曲を作曲しており、当時彼の心を射止めていたバニエプ人に検定されている。そしてその歌曲は改訂され、前述のベルレーヌの詩集による歌曲集アデナルへに収録された。 ただし、この組曲内の月の光は、この歌曲版とは全く異なる音楽である。当初、ドビュッシーは仮面及び喜びの島をこのベルガマスク組曲の中に加えようとしたが、出版社の都合でそれぞれ単独で出版された。以下の4曲からなる。第3曲、月の光の中間部分、月の光が NHK の みんなの歌で1971年8月9月に放送された。中山智子が作詞し、石川荒野が編曲、歌はセリヨーコと東京トルベールが担当した。映像は実写と画像の合成。再放送はされていないが、2011年10月21日発売の DVD ボックスの第4週に収録されている。またセリがキングレコード所属であるため、 キングレコードから発売されたレコードや CD にも収録されている月の光に関するカテゴリーありがとうございます。